住吉寛樹君、住吉君、はい、兵庫県姫路市よりやってまいりました、日本維新の会、教育無償化を実現する会の、住吉寛樹でございます。まず冒頭、この度の能登半島地震によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災されたすべての方々にお見舞い申し上げます。最初に政治と金の問題でもクローズアップされた企業団体献金についてお尋ねいたします。今回の問題ではいくつか問題があると思っておりますが、その一つとして企業や業界団体からの献金によって、この政策の意思決定が歪められているのではないか、そういうことを国民が疑いを持ってしまっているというのがございます。昨年の5月19日の財務金融委員会において、私が質問させていただきました、鈴木大臣、覚えてないと思いますが、この資料を付けさせていただいております。資料1、ご覧ください。これは防衛費の財源確保法の審議の時だったと記憶しております。その一つの手段として、防衛版ふるさと納税の創設、これを提案させていただいたわけですが、その際、鈴木大臣の答弁は難色を示したわけでございます。その理由として、一部の企業、例えば防衛装備品を受注した会社が多額の寄付をするなどの場合があった場合に、結果として行政の公平性に疑いを持たれること、持たれるようなことにならないかといった課題もある、このように答弁されております。でこれ、何をもとにしているのかと調べたところ、この資料に、のですね、かなり古いんですが、昭和23年1月30日に閣議決定されたことが元になっていると、推察されます。これは内容はですね、観光庁が寄付を受けると、行政措置の公平に疑惑を生じる可能性があるから寄付を受けない、そういうものでございますが、まず確認ですが、今も同様の考え方であるという認識でしょうか。鈴木大臣お願いします。財務大臣鈴木俊一君。財務委員会におけます先生のご質問はよく覚えております。そしてその考えは変わっておりません。住吉寛樹君。であるのであればですね、この政策の意思決定に関与する政治家も同様ではないかと考えます。日本維新の会は2019年に企業団体献金禁止法案を提出しております。その趣旨は、献金を受けた企業、団体のための政治ではなくて、国民全体にとって好ましい政治を行い、国民から疑念を持たれないようにするためです。それはこのもう70年以上も前に閣議決定された理念と同じだと考えております。この政治と金の問題、これは今に始まったことではございません。記憶に新しい元衆議院議員の秋本真利氏は、特定の企業に有利になるように制度を変更し、その見返りにお金を受け取った事件がございました。これ、種類は違いますが、国民はそのような目で見ております。企業団体献金は政党支部も含め禁止する、また抜け道的に政治家に献金することも禁止しなければ、大臣が過去に答弁したことと、整合性が合わなくなるのではないかと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。財務大臣、鈴木俊一君。財務金融委員会での私の答弁でありますが、それはあくまで行政に求められる中立性、公平性の観点からお答えをしたものでございます。で一方で企業団体献金の在り方につきましては、政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連する問題でありまして、民主主義のコストを社会全体でどのように負担していくかという観点も踏まえつつ、検討されるべきものだと認識をいたしております。そして先生の前の答弁と、この企業献金を肯定するといいますか、それとは矛盾するのではないかというご指摘でありますけれども、この貿易付金を企業献金とですね、比較した場合でありますけれども、参加意識を、貿易寄付金の場合でありますけれども、参加意識を高めるために国への寄付金を募った場合、反強制的となる性質を持ちうるものではにならないかと。つまり、例えば町内会なんかにですね、法が町が回って、1家族500円になってますみたいなことが起こり得るのではないか、
また使用目的が限定された寄付である場合、それに深く関連する寄付者によって行政プロセスの公平性が毀損されるとの疑念が生じる恐れがあるのではないか、まあ、こういうことが考えられるわけであります。一方、企業年金は企業の政治活動の自由の一環として行われているものでありまして、またその使用目的が限定されているものではなく、広く政治活動のために使われることが想定されていることから、同列に扱われるものではないと、そのように考えているところであります。委員長。住吉博彦君。同列に扱われるものではないということでございますが、やはりその企業から献金をもらって、寄付でもいいんですが、もらってですね、それの政策の意思決定に影響を及ぼす、それ仮に及ぼさなかったとしても、そういう疑いが国民から見られるのではないかというのが、この閣議決定の理念だと思っております。で、行政と政治家、少し性質が異なるというのであればですね、この行政に求められることであれば、特に政策の意思決定に及ぼす、例えば大臣、副大臣、政務官においては行政側ですので、率先して実行したらどうかと思います。我々日本維新の会はですね、これ実際にやっておりますし、これは制度を変更しなくても自分たちでやると決めたらできるわけでございます。閣僚からですね、スタートする、そういうことを、総理に提言すること、そういうことはお考えございませんか。財務大臣、鈴木俊一君。政治資金の取り扱い、等につきましては、ルールに従ってしっかりやらなければいけないと思っております。現状のルールにおきましては、認められているものには、閣僚といえども、そのルールに従って、しっかりと対応するということでありまして、もしルールが変更されてですね、各会派の話し合いの中で、そうすればもちろんそれに従うという、そういう思いでおります。住吉博彦君。日本維新の会もですね、この維新版政治改革大綱を取りまとめて、これからそれの実現に向けて、さまざまな法案を提出する予定となっております。しかしこれはですね、本来政治家のモラルが高ければこんなことをする必要がなかったのだと思っております。私も尊敬するラグビーの日本代表選手や監督も務められた、平尾誠二さんはこのようなことを述べております。強いチームというのは指示された通りに動くだけではなく、おのおのがイマジネーションを膨らませて、それぞれの状況に応じて何をすればいいかを考え出すチームです。これからは特にそういうことが求められてくると思いますね。ルール作りも大事ですが、本当は一人一人のモラルが少し上がれば、チームはものすごく良くなるんです。決め事をたくさん作るチームは、本当はあまりレベルの高いチームではないんですね。このようなことを述べられております。これはラグビーのチームの話ですが、この今の国会に当てはめると、我々も含めて日本の政治家のモラル、レベル、これが低下している。そしてそういったルールを決めていかなければならない、そういう状況に陥っているのだと思っております。これは全員がですね、危機意識を持って取り組んでいかなければならないと思っております。決まったことを待っている、受け身ではなくてですね、ぜひ率先して実行していただきたいと思います。この質問はこれで終わって、次の質問に行かせていただきます。次に能登半島地震に関してお尋ねいたします。能登半島地震の被害の全貌はまだ明らかになっておらず、復旧復興のめどは立っておりません。また、報道を見るに、大変大きな被害を受けており、今後も多額の費用が必要になってくるということは、容易に想像がつきます。災害というのはいつ、どこで起こっても不思議ではありませんが、発災した自治体が運が悪かっただけでは当然済まされません。今回の地震の被害を受けた自治体は小規模な自治体も多く、そのような自治体がこの復旧復興の費用を長期にわたって捻出することによって、自治体の財政が悪化し、住民に対する行政サービスが低下するというのは少し違うのではないかと思っております。東日本大震災の時は自治体負担がほぼゼロでした。地震とは状況が違いますが、なるべく自治体負担を減らすことを検討すべきだと考えますが、政府のご見解お願いいたします。総務大臣の
総務大臣、松本剛明君。ご指摘のとおり、被災自治体のこれは行財政を支援するのも私どもの大変重要な使命であると認識をしており、応援職員を送り込んで、人員の面でご協力したり、財政的にも1月9日に特別交付税の繰り上げをさせていただくことをはじめ、順次財政的にも支援をさせていただいているところでございますが、今回の能登半島地震につきまして、被災自治体の財政負担を軽減することとして、例えば市町村が実施する災害廃棄物処理事業、これはかなり大きなものとなってくるんですが、これにつきまして2分の1の国庫補助が講じられた上で、地方負担の 95% に交付税措置を講ずることといたしまして、さらにこれに加えて、現在環境省においてさらなる負担軽減策についても検討いただいているものと承知をしております。また、国庫補助を受けて実施する公共土木施設の災害復旧事業については、激甚災害指定に伴い補助率のかさ上げが行われ、地方負担の全額に充当可能な地方債の元利償還金の 95% に交付税措置を講じることによりまして、実質的な地方負担は相当程度軽減されていることが見込まれているところでございます。このように地方負担はできるだけ少なくいたしております。残る地方負担もございますので、被災自治体の財政運営には全体として支障が生じないよう、財政支援を行ってきているところであり、これからも努めてまいりたいと考えております。住吉博彦君。はい、ぜひお願いしたいと思います。総理も切れ目なくできることはすべてやるとおっしゃっております。被災した自治体が長期にわたって財政的に苦しむというのはあってはならないことだと思いますので、ぜひともきめ細かい、この自治体に寄り添ったきめ細かい対応をよろしくお願いいたします。そしてこの被災した自治体がですね、長期にわたって財政的に苦しんでいるというのが兵庫県でございます。松本大臣には説明するまでもなくですね、この課題は十分認識しているわけですが、インターネット中継もありますので少し説明させていただきます。今から29年前にこの兵庫県に大きな地震が襲いました。神戸を歩くとほとんど地震の爪痕はありませんが、いまだに兵庫県、また神戸市、芦屋西宮市もそうですが、財政的な爪痕が残っております。資料6にはですね、今年1月17日の毎日新聞の記事、これが分かりやすいと思って付けさせていただきました。ぜひ皆様も読んでいただけると幸いです。少し説明しますと、阪神・淡路大震災から創造的復興のために、事業総額約16兆3000億円の復興計画を立てて、そのうち兵庫県の負担は約2兆3000億円、これは当時の兵庫県の一般会計と特別会計合わせた同等の、ほぼ同等の額ですので、1年分の事業をですね、すべて県単独とで行う、これと同じような負担を負ったわけです。で1兆円もあった、いわゆる貯金をですね、県債管理基金を取り崩して、さらに1兆3000億円の県債、借金を負ったわけで、それがですね、毎年約300億円以上もの返済、これがですね、他の都道府県にはない負担が重くのしかかったわけでございます。その間、兵庫県は投資的な事業を相当に抑制してまいりました。その仕切り拭いというのは言うまでもなく県民です。本来ならやったほうがいい事業や行政サービスも財政的な理由で、あれもだめ、これもだめということで形で抑制されております。そしてこの震災関連県債については、あと10年近く返済していかなければなりません。これは神戸市も同様です。国は財源確保する特例法、これを早期に成立させていただいたことには感謝しております。一方で東日本大震災においては、ほぼ 100% を国が負担するスキームとなっております。毎年、兵庫県からも要望ありますが、阪神・淡路大震災の関連の県被災残高の負担軽減について措置をしてほしい、そういう要望が出ております。これは長年の兵庫県民の願いでもございますが、この点について松本大臣のご所見をお伺いいたします。総務大臣、松本剛明君。はい、
東日本大震災について言及がございましたが、ご承知のとおり、東日本大震災につきましては、復興財源について、時限的な税制措置などにより確保した上で、地方の復興財源について、地方交付税を別枠で手当てしたことなどを踏まえて、東日本にかかる地方財源の措置がなされているところで、東日本大震災、いわば独自の方式であろうかというふうに思っております。その上で、阪神・淡路大震災の復旧・復興に関してでございますが、私自身も当時、現場に何度も赴かせていただいてきたところでございますけれども、まさに阪神・淡路大震災において創造的復興を掲げ、復旧に全力で取り組んだ後も、さらに前向きの投資を積極的に展開をされたと、それを対して震災関連県市債で資金調達をし、いわば投資的な取り組みもなされたというふうに考えておりますし、またその投資も効果を上げてきているものというふうに考えているところでございます。もちろん阪神・淡路大震災からの復旧・復興につきましては、できる限り被災団体の財政負担を軽減するためにさまざまな措置が講じられております。具体的には国庫補助事業について地方負担の全額に充当可能な地方債の元利償還金の 95% に地方交付税措置を講じるとともに、災害対策債などの元利償還金や土地区画整理事業等にかかる地方債の元利償還金に対する地方交付税を引き上げるなどの措置を取ってきているところでございます。兵庫県におきましても、すでにおっしゃったように当初は財政再建期間ということで、抑制的な財政運営をしていた時期があったと承知をしておりますが、財政再建を成し遂げたというふうに宣言をされて、今は積極的にまたさまざまに取り組んでいるというふうに理解をいたしておりますが、地方の行財政を支える総務省としては、これからも被災された自治体の財政負担というの軽減という視点からも、地方債の元利償還金について今後も確実に地方交付税措置を講じるとともに、全体としても各地域の自治体の行財政を支えてまいりたいと考えております。住吉博彦君。はい。これまでの答弁とほとんど同じような答弁だったと思いますが、この課題については問題点共有していると思っております。1月31日だったと思いますが、本会議の代表質問で自民党の都会政調会長がですね、登壇された際には、この阪神大震災の時のことを振り返ったときに、言葉が詰まっていたのが印象的でした。私も震災で親族を亡くしましたし、また友人も亡くしました。心の傷というのは一生言えることはないだろうなと思っておりますが、この財政の傷はですね、この政治の力、もちろん全国民の理解がですね、ないといけないわけですが、しっかりとこの財政の傷というのは塞いでいかなければならないと考えております。この件は党派関係なくオール兵庫で進めていきたいと思いますし、またその所管の大臣である松本大臣がですね、先頭に立って進めていただきたい、これは切に要望してこの質問を終わりたいと思います。大臣にはこの質問で終わりですので、ご退席いただいて結構でございます。松本大臣はご退席いただいて結構です。住吉博彦君。はい。今回の災害においてですね、自衛隊員の献身的な活動というのは非常に頭が下がる思いでございます。国防のみならず災害復旧復興に大きな役割を果たして、改めてですね、この国に必要なんだということを認識させられました。その自衛隊員に関してですが、この靖国神社参拝がございました。それについてお伺いしたいと思います。この当然部隊のですね、自衛隊の幹部がこの国の安寧、さらには部隊のですね、
無事を祈って参拝するということに、私は何の問題があるのだという思いはございます。ちょっと時間がないので、通告の一つ目はちょっと省かせていただきますが、この二つ目の質問についてお尋ねします。資料7の新聞記事、これは新聞赤旗の記事でございます。この別に赤旗をどうこう言うわけではないんですが、この参拝をですね、終えた陸上幕僚副長の姿が写真に撮られております。これ、たまたま靖国神社にいたカメラマンがですね、撮影したとは考えにくく、この日、この人が靖国神社を参拝するという情報が外部に漏れていた、陸上自衛隊ナンバー2の行動がですね、外部に筒抜けだったという可能性は排除できないのではないでしょうか。またこの記事の内容じゃなくてですね、この写真を見ていただきたいんですが、これスーツ姿で、多分ですね、私が見てもこれ気づかないんじゃないかなと思っております。そういった意味で、この日本の防衛の要である秘密情報が、簡単に漏洩するというのは国防上重大な危機であると考えますが、この点について防衛大臣の見解をお伺いいたします。防衛大臣木原稔君。一般論として申し上げれば、我が国の防衛を任務する防衛省自衛隊としては、委員のご指摘の情報というものは適切に管理すること、これは極めて重要であるというふうに考えております。他方で、ご指摘の報道につきましては、報道機関がいかなる取材活動に基づき報道を行ったのかというのは承知はしておりません。いずれにしましても、防衛省自衛隊が我が国の防衛という任務を果たすためには、適切な情報管理が必要であるということは当然でありまして、仮に情報漏洩が発覚した場合には、事実関係を確認した上で、判明した事実関係に基づいて、この点は厳正に対処しなければいけないというふうに思っております。住吉宏樹君。非常に危機的な情報だと、危機的な状況だと思っておりますので、しっかりと対応していただきたいと思います。この安全保障に関わることについて、次の質問に移りたいと思います。この日本の EEZ 内に漂流した V への対応についてでございます。7月にですね、中国が東シナ海の日本の排他的経済水域内に大型の V を設置しました。それから半年以上が経過しております。その V は設置されたまま状況に変化はございません。また先月29日はですね、日本の EEZ 内で V が漂流しているのを海保が発見し、付近にいる船舶の安全のために航行警報を出し、ご丁寧に発行物を取り付けたというふうに聞いております。その後、海底に沈んでいったというふうに聞いております。結局それは何だったのか、何が目的で、実際に国民にどのような危害の可能性があるのか不明のままというふうになりました。昨年の11月19日のテレビ番組で、今の林官房長官が中国に通知せずに撤去できるとの考えも述べております。自分の家にですね、他人がよくわからないものを設置して、これをずっと放置していくというのは、そういう人はほとんどいないと思います。この我が国の安全保障に関わる可能性のある重大な事案、この撤去や独自で部位の調査をする必要があると思いますが、外務大臣の見解をお伺いします。外務大臣、上川陽子さん。ご指摘の中国による当該部位の設置でございますが、一方的な現状変更の試みでありまして、全く受け入れられず、日本からは直ちに抗議をするとともに、昨年11月には日中首脳会談で岸田総理から、また日中外相会談で私から王毅部長に対しまして、直接部位の即時撤去を求めております。にもかかわらず、現時点で現場海域の状況が改善していないということについては、極めていかんと考えております。あらゆる機関を捉えまして、中国側に対しまして、部員の即時撤去を強く求めていくとともに、現場海域、これにおきましての必要な警戒監視および状況の把握、またさまざまな角度からの調査分析を行ってまいります。
住吉博樹君。はい、早急に対応をお願いいたします。これで終わります。ありがとうございます。これにて住吉君の質疑は終了いたしました。